バニャ・ミリンコビッチ・サビッチは、スペイン生まれのセルビアのサッカー選手。ポジションは GK。2014年4月2日、FK ボイボディナ・ノビサドと3年のプロ契約を締結。5月17日に、マンチェスター・ユナイテッド FC への移籍及び1、シーズンのボイボディナ・ノビサドでのレンタル移籍で、両クラブが合意。8月5日に175万ユーロの移籍金で、最終合意した。 2014年8月10日に、ボイボディナで、初出場、オフク、ベオグラード相手に無失点に抑え、3から0で、ホームでの勝利をつかんだ。2014から15シーズンの前半15試合すべてに、フル出場したものの、スルジャン・ジャクラにポジションを奪われ、後半はわずか2試合に出場したのみであった。2015年11月にはイングランドでの、 労働許可証が発行されなかったため、マンチェスターユナイテッドから放出され、同月26日に翌年1月1日から4年半の契約でエクストラクラザのレヒアグダニスクに移籍することが決まった。UEFAU-19 欧州選手権2014の際に兄と共に U-19 代表に選出された。プレドラグライコビッチの控えであったために出場機会は、 なく、チームも準決勝で、ポルトガルに敗れた。2015FIFAU-20 ワールドカップの時にも、ライコビッチの控えとして召集され金メダルを獲得した。スペインのオーレンセでスポーツ一家に生まれた。父のニコラ・ミリンコビッチは、プロサッカー選手であった人物である。母のミラナ・サビッチもプロバスケットボール選手であった。兄のセルゲー・ミリンコビッチ・サビッチもセルビア代表の、 サッカー選手である、ありがとうございます。